擦れちゃって痛いの。分かってるわよ。え？あの時は混乱しちゃってたけど、あんたがロブを操ってんじゃないってことくらい。それに私だって、ん？私だってあんたの国の言葉ちゃんと使いこなせるようになりたいじゃん。頑張ったって結果が伴わないと意味ないじゃない。物事は結果が全てでしょ。でもさ、元気出して。あんたみたいなノーデリカシーな男でも好きになってくれる人が地球上に一人くらいいるはずだから。昔はあんなことする子じゃなかった。なんだかいつきが。当然一花にだけ負担はかけない。私も働くわ。自立なんて立派なことしたつもりはない。正しくないのも承知の上、少しだけ前に進めた気がするの。お礼を言おうと思ったのだけど、少し待とうかしら。三つ目、精霊の対処方法には AST のやり方以外にもう一つあるわ。それには指導の力が必要不可欠なの。俺の？早速明日から訓練に入るわ。手続きもろもろは今夜担当者にさせるから、とりあえず明日は普通に登校して。体育倉庫で男一人に女二人って、うん、バラしたら絶対許さないからな。おいお前、私もお前の彼女になってやるよ。違う、これはただの記憶じゃない、心残りだよ。肉体が死んでも私に心臓を引き継いで、そうまでして会いたがってるんだ。私はこの心臓に命をもらった。だから恩返しがしたい。この心臓に X を合わせてあげたい。そう、そのファイクエよ。どうせ惰性で買ってんでしょ。漫画本みたいな感じで最初は面白くて集めてたのに次第につまらなくなって、だけど20巻まで買っちゃったし、途中でやめるのもあれだし、一応次も買っちゃおうかって。なんだよそれ。それ返しに来てくれたのね。困ったわケーキくん、この子日本語話せないみたい。ううん、そういうのじゃないから。あのねケーキくん、私ケーキくんのこと、私の全てを受け入れてくれるんじゃないかって。さゆき先輩。はあ、なんだかピザが食べたい気分だわ。しかも納豆も食べたい。こんな時はどうしたらいいのかしら。悩むわ。ちら、丸2日も治療できないと思うと心配です。ジャガーノートドライブで削られてしまった先輩の寿命は、先日の治療を繰り返すことで少しずつ回復していくしかないんです。一星先輩さえよければ、その防虫術も。防虫術って確か男女が一つになってダメだよ子猫ちゃん、それは。ちょっとおじいちゃん、こいつは悪くないじゃん。怒るなら私を怒ってよ。このわからずや、人の話を聞けない方がよっぽどバカ者だと思いますけどね。当たり前じゃん、あんな奴の言いなりなんて嫌だし。気がついた時には試験終了、それで白紙のまま提出を。はい、私は好きです。岩手に行ったら冷麺、ジャージャー麺と並んで押さえておきたいあの味。その反動か、ここ最近は一風変わった個性派創作系たちが無性に恋しいのです。旅行もその流れで、つい個性派すんだっけ。あんたこの前、お願いですからメルルの DVD を見せてくださいって言わなかった。はぁ、メルル見てないって人生損してるから、早急に二人とも見ること。もういい、あんたいい加減中二病卒業した方がいいよ。じゃあね。出席番号30番、ラジオサツキです。学校で2番目に強いセーバーになるよう頑張るわ。みんなこの私についてきなさい。何よ、みんな借りてきた猫みたいにおとなしいから、この私がお手本を見せてあげなくちゃって思ったんじゃない。って、はい、新刊ライブの皆さんの演奏を聞いて感動しました。これからよろしくお願いします。何でもかんでも否定するのはダメだと思って。小4くらいからです。親がジャズバンドをやっていたので、その影響で。それじゃあ私は2人を追うので、これでお邪魔しました。またね。よし、今回は花ちゃんに助け舟を。
つまり桜井くんが花ちゃんを名前で呼ぶのに抵抗がなくなればいいのよね。なんですか。じゃあ慣れればいいじゃない。ってことで今から全員下の名前以外で呼び合うの禁止。え、ああそうや、作本藩その視点なんで先代との約束を破って弟子を取り合ったん。もちろん春雷亭とも縁切るし。わかってるって。でもカラオケ来て歌わないのってバカっぽくない。お詫びってわけでもないけど制服クリーニングさせてくれる。つまり堀北さんは串田さんの作戦を読んでたってこと。カンニングは即退学、保険をかけてたってわけでしょ。けど堀北サーリーちゃんなら避けられるって思ったからね。ほんのご挨拶代わり。ずれないこと言わないでよ。いろいろ戦術を考えてきたんだから。一撃だけ入ればサリーちゃんに最初の屈辱を味わわせられるのにゃ。ようこそ、オラたち田楽巫女バイクダムのヤナと。っていうかなんでタダで教えなきゃいけないんだべ。奥側に戦っているつもりはなく、ただ食事をしていただけだったんです。だバフォーを受け取りに来たオーククイーンを手始めに奴らを殲滅してください。その名前で呼ばないでって言ってるでしょ。人殺しなんてできるはずないとか言わないでよ。自分だって散々やってきたでしょ。ここは日本じゃないんだから。諦めたら。それは多分全プレイヤーがそう思ってるよ。っていうかそれが ALO のグランドクエストだから。へえ、いい感してるじゃない。クエスト見落としの方は今躍起になって検証しているけどね。でも後者だとすると絶対に無理ね。無理。私自分の心を裏切った。お兄ちゃんを好きな気持ち知ってるの。え、私もう知ってるんだよ。私とお兄ちゃんは本当の兄弟じゃない。私はその子。そうですわ。ここまでの道中ずっとなんかすごい人らしいね。結構怖い人だって話だけど、とかかっこいい人だといいなとか、しまいにはアルベルティーナ好きだぜ、さあ俺のものになれ、あーユート様なんて一人しぶ。フィスカッチー、ネネタン、ジンジンも一年ぶりじゃん。うん、次の任務ミスミスの舞台はうちの下で働いてもらうことになったから大丈夫だって。ネウルカでの交戦報告レポート読んだよ。みんな勘鈍ってないんだろうなっていうのは分かったからね。やめさんのことなんだけど、橋場くん最近仲いいよね。お昼休みにあなた以外のお友達とお話ししている時だって、先生のお使いの途中だって、これをやめさんに見せちゃおっかなって思うのね。いい考えでしょ。あっちん、昇格さんは随格さんに付き添われて入居しましたよ。はい、今日は皆さんのために腕によりをかけたコース料理を用意しました。では皆さん食事にしましょう。だからもう大丈夫です。ありがとう。やはりお姉様なので。確かにミハルは彼の言う通りの戦う人形になんかなれません。ミハルがお姉様を撃ちます。サボン、愛し合ってる者同士が戦う宿命だなんて、やっぱりミハルとお姉様は運命の仲なんですね。お天井なら引いてよ。アヤネ頑張りすぎ、その子もう限界だよ。でさあ、おためがね、悪いんだけどあんた今日の屋上の掃除当番一人でやっといてくんない。だってさ、私あんたと違っていろいろ忙しくってさ。何言ってんのよ、ろくに走ったこともないくせにスピード考えてよ。